こんにちは、ワクワクさんです。今日はこの段ボールを使って、ロボットを作っていきたいと思います。違いますよね、違います。違うっけ？違います。あれ今日ワクワクさんごっこじゃなかった？ワクワクさんごっこじゃないですよ。ゴロリと、いや、ゴロリもいないし、こんな外でやんないですよ。あ、本当？なんだっけ、今日今日スモークじゃないですか？あ、そうそうそう、バーベキュー第2弾ということで、まあ、手軽にできる、スモーク料理を今日はやっていきたいと思います。で、使うのはこの段ボール。これでできちゃうんですもんね。できちゃうらしい、うん、ちょっと我々も 初の試みですけどね。初の試みなんですけど、まあ簡単にできそうなんで、はい、でまずはこの段ボールをね、加工して、スモークの機械を作って食材をこうスモークしていくという流れになってきます。はい、じゃあ作っていこうか、早速スモークマシンを、はい、片方だけは、しっかりガムテープで止めて密封してあげてください。しっかり密封しないと煙が出ちゃってなかなかスモークされないんで、しっかりとガムテープで利用する。はい、で基本的にはこういう向きになって、でここに、スモークを焚いて、で網を引いてっていう感じのなるんだけど、網の下に穴を開ける必要があります。大体まあここに穴が来るんで、あ、網が来るんで、この辺に穴をちょっと開けたい、まあ、カッターとかでいいんで、おもむろにね、四角く上げちゃって。ここミソですよね。ちょっと空気が出る穴を作んなきゃいけないんですよね。そうそうそう、こんな感じですね。穴があって網が来るっていう感じ。じゃあこの網を刺すための、穴を開けていきたいと思います。はい、であらかじめ、反対側にも同じ位置に印をつけておいたので、金づこが高さ一緒のところに穴を開けてください。こんな感じで完璧じゃないですか。ね、完璧だね。でこの下に、スモークのチップを置いて、で蒸すかにしなる。で蒸し器的にはこれで完成になる感じで大丈夫かな。大丈夫と思います。大丈夫。ゴロリ、ゴロ自分ゴロリ焼くっすか。そうだよ。はい、でこの切れてるスモークと桜を今日は、これを炊いて、でこの煙でスモークしていきたいと思います。でこのまま直に段ボールやっちゃうと燃えちゃうから、こういうやつ置いてスモークすると。これがスモークの香り付けができるわけですね。そうそうそう、こんなのね300円ぐらいだったもんね。そうですね、ホームセンターって基本的に全部買えるもので今はやってるんで、食材以外は全部ホームセンターで買いました。じゃあ食材の紹介をします、はい、じゃあ食材はサーモン、スモークサーモンとスモークホタテ、あとこれカマンベールチーズ。え、なんですか。え、カマンベールチーズ、カマンベールチーズスモークってうまいけどね。はい、スモークしたらどうなっちゃう。スモークしたらもっとうまい。卵忘れましたね。卵忘れたな、うん、ゆで卵やりたかったんですけど、またこれうまくいったら次回本格スモーク、また本格スモークの時は卵です。で、はい、サーモンは薄切り、薄く切ってしっかりと香りがつくように。このまま食ってもうまそうですね。このまま食ってもうまいんだけどね。まあうまいものをねそのままサーモンしたらねどうなるのかっていうところだよね。スモークですよね。あ、そうだそうだ、サーモンしてもしょうがないから、サーモンもサーモンですこんな感じで、ではこれはもうこのまま乗せるもんね。そうですね、はい、こんな感じ、はい、じゃあ早速スモークしていきたいと思います。はい、じゃあこの桜スモーク、ぜひ点火、こんな風に煙が出るんでね。これ大丈夫ですか。ちょっと花粉症だから分かんねえな多分いいと思います。こんなもんだ。これ確か角のところにやればよかったです。すみません、自分忘れちゃったんですけど、角のところがちょっと火がついてるじゃないですか、そうすれば多分大丈夫です。あ、そうなんだ、これでいい、はい、大丈夫です。煙が出てきたね。そうですね、一回火が、火消さないといけないですよね。で、煙がバーって出た状態がこれもスモークになる状態なんで、じゃあこの具材をね、おもむろに網に乗せましょう。広げて乗せた方がいいよね、やっぱね。そうですね、結構煙すごいね、目が痛いもんね。はい、煙の香りをつけるっていうものがスモークなんでどうしてもね
サーモンとスモークが一緒になっちゃってる。だからまあもともと生で食べられるものを、入れてくださいね。必ず別にこれで火入れるわけじゃないですからね、キャマンベール。じゃあいい感じで並べられたんで、これから蓋をしていきます。じゃあもうこれどうなるかお楽しみですね。どうなるかお楽しみですよ。なくなってるかもしれないからねそれはないと思いますけどね。お楽しみ。はい、じゃあ時間経ったんで一回様子見で開けていきたいと思います。どうなってるか。すごいよ。うわやべえ、すごい。うわうわすごい。これおじいちゃんになっちゃうんじゃないですか。おじいちゃん浦島太郎。お、どう。うわ、見えて。ちょっとあんまりですか。あんまりかな。これ何、色つくの。色つきますよ。あ、でもできてるよ、ほら。あ、本当だ。ちょっとひっくり返さないとダメですかね。あとまだやっぱり30分ぐらいしかやってないですからね。そうだね、これ1時間とかやるともっとすごい本になるかもしれない。結構時間かかるね、やっぱね。はい、はい、じゃあもう時間がないから食べますできてるかできてないかわかんないけど、ただ1時間近くやったんじゃないですか。50分ぐらいやりましたよね、全部で。すごいことになってる。うわ、これいいんじゃないですか。あ、これできた。あ、できてる、できてる、できてる。チーズ見て、熱くないですか。熱くない。ほら、うわすごい。なんか結構火も通ってんのかな。これなんか熱いね。あ、でも通ってると思いますよ。トップは熱も通るのかね。はい、これね、生だったサーモンがね少しほぐれるぐらいの感じにやっぱなってるから。はい、あの目がすごい痛い俺の目がスモークされちゃってる眼球いぶされてます。眼球いぶされてる、完全に。じゃあこんな感じで、ね、じゃあ今アルミホイルと乗せたんだけど、チーズ、ホタテ、サーモン、いい感じですね。いい感じだと思う、多分。じゃあちょっと食べてみましょうか。じゃあホタテから。うん、やっぱりスモークされてる、しっかり。やっぱ全然最初と香りが違う。最初やっぱりホタテちょっとね、その生臭かったんだけど、全然全部スモークになって。でこのサーモン、うん、相当スモークすっきりとマジですか。ディズニーランドみたいな、ディズニーランド、はい、うん、あ、やっぱ違う。違いますか。スモーキーですか。スモーキーになってる。まあお酒好きな人なんかはワインとか多分飲みたくなっていいと思います。いい感じですね。色が変わってるもんね。色は全然違いますね。すごい香り。香りやっぱりすごいね。全然普通のサーモンじゃないですよ。もう見てこの色、全然違うもんね。最初めっちゃうまいですよ、これ。うまい、うまい。さて、あ、すごいですね。これもやっぱりこんなダンボールで 4,50 分やってなくてここまで香りつくんですね。時間かかったけどやっぱりうまくできたからやりがいはあるよ。そうですね、本当うまいですね。うまい。はい、じゃあ寒い中ご視聴いただきありがとうございました見てる方はそんな寒くないと思うんですけど。あ、家ですか、みんな。多分家です。あ、なるほど。やっぱ寒いね。寒いねまあ寒いんだけど、まあ、そういう思いもしながらね、しっかりこうスモークしていたわけですよ。で途中目ん玉がねちょっとスモークされかけたんだけど、全然美味しくいただけました。でみんなもね、まあ、寒いからといって今季節じゃないよっていうことではなくて、どこでもできるんで、段ボールとね、それこそ網とさっきの桜チップがあればできるんで、ちょっとやってみていただけたらなと思います。ちょっとまた今度もっと本格リベンジ編じゃないですけど、そうだね、やりましょうよ。次はあのピザ生地練ってピザ作るから。あ、ピザいいですね、やりましょう。あとパンとかね、はい、そっち系ちょっと得意なんでやってみ